回答。23日の夜に質問内容を送ってくださいってお願いしたと思うんですけど、たくさんのリポをいただきまして、いろんな質問をくださって本当にありがとうございました。今回は一問一答形式で、一つのことを掘り下げてっていうよりかは、なるべくたくさんの質問にお答えしたかったので、すごいポン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 テンポよくパンパン答えていこうかなと思ってます。カラオケで毎回絶対歌う曲は何ですか？天の尺。やってみたい一人まるまるは何ですか？一人焼肉。兄弟はいますか？5つ上のお姉ちゃんが一人います。お家で好きな場所はどこですか？お布団の中です。関西弁だと気づかなかった関西弁ありますか？最近知ったのはおぼこい。ガルパで得意な曲は何ですか？最近めっちゃやり込んでるのはグレーンの弓矢です。ガルパの中でオリジナル曲で好きな曲は何ですか？ポッピーの中だとハッピーハッピーパーティーで、他やったらハッピーレスハッピーマジカル。カバー曲で好きな曲は何ですか？譜面が好きなのはゴッドノーズ、明日の夜空、エターナルブレイズ。ガルパの中で好きなストーリーは何ですか？リビのプレゼントソングと回答ハローハッピー。ガルパにぶっちゃけいくら課金しましたか？課金してません。ガルパ以外のゲームで好きなゲームは何ですか？マリオ64、スプラトゥーン、テトリス、スマブラ。マリオ64の最速タイムは何ですか？16枚 RT は21分18です。動画編集にかかる時間は1本あたり大体どれぐらいですか？5時間プラス出力に1時間ちょっとです。照明なども自分で購入してもらうんですか？ドンキで買ってます。というかドンキで買いました。舞台勇者セイヤーの稽古中だと思いますが、注目ポイント教えてください。真面目に全力でおバカなところと、やっぱみんなのかっこいい盾。好きなドーマーのタイプはキャメロン。セイヤーにちなんで、RPG でなりたい職業はデミコ。ペットボトルちゃんくんの現在、ペットボトルちゃんくんここにいるよ。あ、ちなみにお家の練習用のトーマはここにいます。ほんまにいつでも触れるようにしてるんで、こうやってするんですよ。こうやってやってるんですよ。かっこいいやろ。主食はご飯、パン、麺。ご飯。秋の味覚で好きなものは紫芋味のお菓子。好きなスポーツは反復横跳び。本当に初めて音楽に触れたのはいつ？3歳の時のエレクトーン。ベースを始めたいのですが、何から始めたらいいですか？ベースを買いましょう。ベースを始めた当初どんな練習をしていましたか？とにかく好きな曲を弾いてました。フレットレスベースの違いは何ですか？ここのフレットのここのフレットっていうものがないから、音がすごいまろやかで、これがフレットレスベースです。使ってるベースの弦とゲージは何ですか？エリクサーの45105。あ、ちなみに ESP さんから発売されてる牛込リミモデルのバンドリモデルじゃない方、 ESP さんモデルの方は私がいつも使ってる弦と全く同じものが貼られてます。今一番おすすめのチョコはガルボの紫芋、けど最近お店で見かけなくなっちゃったんで、クランキーのクッキー&クリームです。チョコが好きになったきっかけは生まれる前から、大学でこれはやっといた方がいいこと、遊ぶ。大学生は人生最後の最大の夏休みなんで、もう思いっきり悔いのないように遊んでください。アニメで今後やってみたい役、牛込ちゃんがおとなしい子なんで元気いっぱいな子、あとは人間じゃないもの、マスコットみたいな。バンドリアニメに印象に残っているセリフ。違うよ、心臓痛いの？すき焼き？誕生日なの？ウンネとアモルについて一言。ウンネちゃん、運をください。アモル、もう泣くな。ポピパでよかったなと思うこと、今の毎日があること全部。100均で便利なグッズは、これもそうやし、これもそうやし、これもそうなんですけど、で、これを書いたクレヨンもそうなんですけど、私が動画で使う時の備品とか用意してるのは全部100均です。100均最高！東京に今度行くんですが、ここは行くべきっていう場所。バンドリの聖地巡礼しましょう。朝起きられないです。オール最強説。私は朝がすごい早い時は大体全部オールしてます。オールしてたら深夜テンションのまま朝を迎えれるんで、元気いっぱいですよ。好きな色は何ですか？赤、黒、白、ピンク、ゴールド。ブラウン。学生時代のテスト勉強はどうやって切り抜けてましたか？一夜漬け。海外に行きたい国は韓国で辛いものいっぱい食べること。今一番嬉しいことは舞台に出ること。ぬいぐるみで好きな子はしまじろう。この子1歳の誕生日の時におそらくうちに来た子なんで、これで22年しまじろう。ということで、なんか段がいっぱい答
答えていったんですけど、どうでしたか？本当に本当にたくさんの質問をいただいて嬉しかったです。ありがとうございました。はい、ということでね、弾丸一人セーター祭ということで、一人でいろいろこんな浮かれたものつけてさ、一人でいろんなことちょっとやらせてもらったんですけど、思いのほかリップがほんまにたくさん来たり、こう今ここにいるの確かに一人やけど、全然一人泣きしてへんくて、みんながいてくれてるなっていうのを実感しました。本当にありがとう。ということでですよ、皆さんに新たに一つ募集をしたいなと思ってまして、それが何かというとですね、じゃーん、名前が欲しい。これどういうことかっていうと、愛ちゃんのファンの方はあいみ世代とかさ、あとあやさとかさえちごとかいろいろあると思うんですけど、私の子を応援してくださってる方の名前ってないなと思ってて、いつもこう応援してくださってる皆さんがっていう言い方になっちゃうんですよ。けどそれもなんかすごく他人行儀でね、せっかくみんな言ってくれてるのにそうなっちゃうのも嫌やなと思うから、なんか名前つけたいなと思って、けどなんかさ、自分でつけるのはまだそれはそれで恥ずかしいやん。もし何かいい名前があったら私に名前をつけてください。ということで、いろいろやってきたわけですけれども、今年はもっともっとバンドリー以外の作品にも出れるようになりたいですし、今舞台にドラマにいろんな経験させていただいてるんで、絶対この経験を生かそうと思ってるし、いろんな新しい世界を見れるようになりたいなって思ってます。そしてみんなにね、そんないろんな私を見せていきたいなと思ってます。はい、ということで、気づいたらもうあと4分の1ぐらい食べてしまいました。あとは動画編集しながら食べます。はい、ということで、長々と見ていただいてありがとうございました。素敵な23歳にします。ありがとう。バイバーイ。